どこに向かう？護衛は任せてくれ。ほら、さっさと行こうぜ。おい、足元気をつけろよ。転げ落ちたりすんじゃねえぞ。ザクッと、ザクッと。お、これって素材だよな。これでいいのか？てや！動物の素材は手に入れるのが難しいので、貴重品と言えるでしょう。てや！えい！石はどれだけあっても困らない。持てるだけ持って帰ろう。素材が手に入りました。そうね。てやん、てやん。糸って採取できるもんなんだろ。てか、これ何の糸だよ。てやん、あった、発見。これでやったよね。さてと、ここまで戻っては来たが、本当にどうにかなんのか？はい、この不動のギベオンがあればこの先に進めるはずです。しかし、どう天候を変えればこの先へ進めるようになるのかわからんな。今回は天候を変えるのと少し違いますね。不動のギベオンを使うと周囲の物質を軽くすることができるんです。そうすれば、あの壊れた道も飛び越えることができるはずです。飛び越えるの？プラフトにしては思い切ったものを作ったわね。誰に似たのかしら。私は好きだよ。なんか楽しそうだし。そうね、楽しそう。私も早くやってみたいわ。エルミーラ様は普通に飛べるんじゃ。
鉱石ね。いっけー、ダメだ、わかんねえ。普通の石ころにしか見えねえわ。みっけ、ぎゃー、なんて叫べないのよね。錬金術師にとって石って素材の一つだし。そう、見つけた。ザクッと、ザクッと。てや、絡まないように取るのが難しいんだよね。うん、こんな感じ。機体ってのは目に見えねえから、取れてんのかどうかわかんなくねえか。宝石は何かとよく使う素材で、絶対に持って帰りましょう。これこれ。お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。動物の匂いって結構強いんだよね。袋に入れて縛っておかないと。この素材どんなものか聞かれると説明に困るんですよね。てや、えい、錬金釜に入れちゃうんだし絡んでてもいいよね。よし、これなら。店に売ってる糸と採取で取れる糸って全然別物なのよね。よいしょ。随分と大量の水が必要なのだな。これで何を作るのか楽しみだ。虫取りなんてガキの頃以来だぜ。何が楽しかったんだかな。気は抜くな。オーラの弱点はソフィー、背中は任せて。背中は任せてください。僕くらいだ。手加減したつもりなんだがな。てや、枝や薪程度の大きさなら良いのだが。てや、これなら楽勝だね。オーラの弱点はソフィー、背中は任せて。どうだ、敵を燃やし、ほらほら、弱点をつくチャンスかも。ビーボルトさん、一緒に行動しましょうよ。終わりだ。それそれ、さあ。オリアス、背中は任せてください。そこで止まってな、ガッタヌ。倒れなさい。後ろにいるからな、プラスター。狙い撃ちです。脅威ではなかったですね。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。少し強くなれた気がします。
何を覚えよう。えい、こういう素材も必要になるから戦いの稽古も必要なのよ。よてやっ、何ザクじゃねえ。オーラの弱点、ソフィー背中は任せて。覚悟はできたか。さあ倒れて。さあ、オーラが限界の。オリウス、背中は任せてください。今だぞ。そこで止まってな。なさぬ手加減したつもりなんだがな。宝石は見逃さないわね。できるだけ多く持って帰りましょう。よいしょ。綺麗な花ね。無駄にはしないわ。向かいますか。よし、新たなレシピを習得しました。新たなレシピを習得しました。どの道具にしましょうか。触媒は取り掛かりますか。さて、どこから取り掛かりますか。うむ、理論的に考えた場合、まず取り掛かりますか。さあ、調合開始です。釜は海、素材は地。
の神王、いつか必ず。ここにしましょう。予想以上の反応です。ソフィー、少々相談なのですが。行くぞ、クラフター。助かります。錬金術の神王、いつか必ず。ソフィー、少々相談なのですが。錬金術の神王、いつか必ず。ここが攻め時だな。助かります。釜は海、素材は地。これならどうだ。続きます。錬金術の神王、さあもっと高みへ。はい、リーバルト。釜は海、素材は地。錬金術の神王、いつか必ず。ソフィー、少々相談なのですが。これで花は海、素材は地。予想以上の反応です。錬金術の神王、いつか必ず。ソフィー、少々相談なのですが。クラフター、頑張ろう。面白いですね、アレット。錬金術の神王、いつか必ず。素晴らしい。順調ですが、勝負はここから。順調ですが、勝負はここから。ここにしましょう。錬金術の神王、いつか必ず。これで順調ですが、勝負はここから。特性はどれにしましょう。これでいいです。最後まで気を抜かずに。勝負終了。素晴らしい道具ができました。また腕が上がりました。どれを作りましょう。
何を作っちゃおう。
仕上げちゃおう。できた。何を作っちゃおう。食材はどれにしよう。材料あった。まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど。うんうん、なるほど。しようかな。とりあえず入れてみる。すごいのできちゃうかも。ここにしよう。こういうのもありか。おお、さすがだね。素晴らしい成果ですね。うん、想像以上だよ、プランター。グルコーン、グルコーン。入れてみる。グルコーン、グルコーン。
れてみる？行くわよ、ソフィー。うわーすごい。こんなのはどう？うわーすごい。グルコーン、グルコーン。そこにそうな予感。グルコーン、グルコーン。うん、いい感じ。うん、いい感じ。グルコーン、グルコーン。これはここ。こんな感じ、一気に仕上げるよ。これで完成。いいんじゃない？これ。新しいレシピ出来上がり。どれにしようかな。触媒はどれにしよう。まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど。うんうん、なるほど。よし、始めよう。とりあえず入れてみる？うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。すごいのできちゃうかも。力を貸そう。ありですね。これはどうだろう。ありですね。
試してみたいのだが。ありですね。剣術素晴らしいな。そうでしょ、ディーフォルトさん。さて、どう料理しようかな。とりあえず入れてみる。これはここ、悪くないかも。グルコーン、グルコーン、すごいのできちゃうかも。私も手伝うよ。私も負けてられないや。うわ、やばい。私も負けてられないや。グルコーン、グルコーン、さて、どう料理しようかな。しようかな。いいこと起こりそうな予感。とりあえず入れてみる。
それから、いや、それとも、素晴らしいな。そうでしょ、ディーボルトさん。グルコーン、グルコーン。とりあえず入れてみる？これはここ。しようかな。ここにしよう。さて、どう料理しようかな。いいこと起こりそうな予感。あたしも手伝うよ。あたしも負けてられないよ。しようかな。とりあえず入れてみる？
入れてみる？とりあえず入れてみる？とりあえず入れてみる？素晴らしいな。そうでしょ、リーボルトさん。
ってみる？これでパパッと仕上げちゃおう。これで完成。いいんじゃない？これどれにしようかな。隠し味はあれから、いや、それとも、よし、始めよう。ここにしよう。これはここ、ここにしよう。うん、いい感じ。特性はどれにする？これでパパッと仕上げちゃおう。これで完成。いいんじゃない？これどれにしようかな。こういうのもありかな。まずはあれから、いや、それとも、どう料理しようかな。
負けてられないよ。グルコーン、グルコーン。とりあえず入れてみる？さて、どう料理しようかな。さて、どう料理しようかな。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。あたしも手伝うよ。アレットちゃんやるな。うわ、やばい。アレットちゃんやるな。とりあえず入れてみる。起こりそうな予感。とりあえずいい感じじゃない。アレットちゃんやるな。これはここ、いいこと起こりそうな予感。これはここ、グルコーン、グルコーン。悪くないかも。さて、どう料理しようかな。どの特性にしよう。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。何を作っちゃおう。どれにしようかな。隠し味はっと絡めてでいこう。絡めてでいこう。どれにしようかな。どれにしようかな。
に行こうかな。よし、そういえばソフィーさんもエルデビーゲには何年かいるつもりなの？さすがにそこまではいれないかな。いろんな問題が片付くまではいるつもりだけど、それが終わったらすぐ帰るつもりだよ。こっちにいる間は年取らないんだから、もっとゆっくりしてけばいいのに。ほら、ここでなら何十年錬金術の修行してても元の時間に戻れるんだしさ。確かにそういう点では便利だし、それに面白い世界だとも思ってるよ。けど私の目的は一日でも早く公認錬金術師になることだから。それに私自身の心の時間は止められないもん。公認錬金術師の試験を受けるのが待ち遠しい気持ちはいつまでも抑えておけないよ。すごいな、そんなにはっきり言い切れるなんて。ここでは元の世界でできないことができる。けど逆にあっちでしかできないこともあるからね。私がしたいことはまさにそれだから。元の世界でしかできないことか。確かにソフィーさんの言う通りかも。私自身の心の時間か。なんか私もやりたいことが思いつきそうだよ。いい話聞かせてくれてありがとう、ソフィーさん。どこに行くんだ？どこに行こうかな。どーんと行きましょ。うーん、疲れた。ねえ、一度休まない？素材だよな。ザクッと。絡まるよりも細くて切れてしまいそうだ。慎重に採取せねばな。てや、うん、これでいいのか。困らない。持てるだけ持って帰ろう。えい！てや！
錬金術には使えても売れたりはしないよね。いい素材が手に入りました。よいしょ。あ、絡んでしまいました。糸の採取は難しいです。ってのは目に見えねえから取れてんのかどうか分かんなくねえか。いっけー。うん、大きすぎず小さすぎない、いい感じの大きさの石を選ぶのって難しいだよね。よいしょ。糸って採取できるもんなんだろう。てかこれ何の糸だよ。花なんてしっかり見ることねえが、こうして見ると綺麗なもんじゃねえか。宝箱。いい機会だ。これを機に植物について学ばせてもらうとしよう。新鮮ないい食材です。錬金術にも料理にも使えますね。てやだいざけじゃねえか。オーラの弱点不足。背中は任せて。これこれ。気は抜くな。
オーラの弱点不足。背中は任せて。チャンスかも。リーガントさん、一緒に行動しないよ。覚悟はできたな。倒れて、さあ、楽勝楽勝。石ってマジで石じゃねえか。持って帰るの大変なんだぞ。ザクッとザクッと。薬の材料にいいかも。いっけー。よいしょ。錬金釜に入れちゃうんだし絡んでてもいいよね。てやザクザクじゃねえか。オーラの弱点不足。背中は任せて。攻撃で。これは熱いわ。これだな。弱点をつくチャンスかも。リーガントさん、一緒に行動しないよ。終わりだ。さあ、それそれ。さあ、楽勝楽勝。水は錬金術に必要不可欠です。たとえ重くてもこれおろそかにはできません。植物の採取なら任せときな。野菜の収穫と似たようなもんだろ。見つけた。植物は採取した後が大切です。腐らせないように持ち帰らなければ。綺麗な花ね。無駄にはしないわ。この毒は一度体に受けたことがある。地獄のような一夜だった。よいしょ。やった。神秘的な力だ。大事に持って帰ろう。店に売ってる糸と採取で取れる糸って全然別物なのよね。毒の材料は取り扱いに注意してください。個別に袋に入れて密封ですよ。気は抜くな。オーラの弱点は多分あそこね。私に打たせて。
背中は任せて。チャンスかも。一緒に行動しない？リーボルトさん、私も手伝うよ。終わりだ。それそれ。さあ、敵のオーラを解除できそうだよ。一気に攻撃しよう。オリアス、背中は任せてください。こいつは冷える。これでどうだ。容赦なく食ってください。脅威ではなかったですね。てやっ。気は抜くな。オーラの弱点はクソピン。背中は任せて。いくよ。どうだ。遅い遅い。終わりだ。倒れて。さあ、オーラが弱っています。当たれ。全体やるぜ。そこだ。そらそらそら。手加減したつもりなんだがな。私に打たせて。ソフィー、背中は任せて。突っ込むよ。どうだ。遅い遅い。弱点をつくチャンスかも。リーボルトさん、一緒に行動しないよ。終わりだ。倒れて。さあ、オリアス、背中は任せてください。ここで止まってな。やったね。倒れなさい。くぎなさい。そこ、とどめだ。脅威ではなかったですね。口はしっかり閉める。ほんと、すぐ抜けちゃうんだから。カゴがいっぱい。
食材は錬金術じゃなくて普通に料理に使いたいわね。どこに向かいますか？よし、どこに向かう？護衛は任せてくれ。さあ、のんびり。機体は入ったが、これで大丈夫だ。別のものが入ったりしてはいないだろうか。ほいっと、うん、これでいいのか。採取してる感じしないんだけど。
感動って本当体力使うわ。さてと、頑張りますか。向かいますか。よーし、いどこに行こうかな。さあ、行くとします。どの依頼を受け、この依頼を受け、どこに行くんだ。さあ、行くとしま。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さあ、行くとしま。Thank you.
いらっしゃい。何を買うんだい？決まりかな？毎度どうも。決まりかな？毎度どうも。決まり、毎度どうも。決まり、毎度どうも。決まりかな、毎度どうも。また来てね。おはよう。どれが欲しいの？これでいい？毎度あり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 ？また来てね。おはようございます。どれにします？これでいいですか？ありがとうございます。これでありがとうございます。これでありがとうございます。また来てくださいね。思いついたかも。おう、よく。どれが欲しいんだ？これでいい。ありがとうよ。おう、またな。になりましたよ。新たなレシピを習得しました。